来訪者たちに告げる。来訪者たちに告げる。エルシオンによるこの空間への干渉思考回数が4096に達した。遮断は正常に終了するも、外界におけるエルシオンの因果律改変は危機的状況と判断。よって制限付きなれど外界の記憶の保持を許可する。無限回廊イデア管理システムをブート。外界に関する自我認識プロセスの遮断処理をリプログラム。外界の危機的状況を打破するためには現時点で必要と判断。エルシオンによる因果律改変は必ず阻止するべきものである。ただしこの世界での記憶を持ち帰ることは引き続き禁止とする。合わせて無限回廊第四階層への侵入を許可する。試練の果ての可能性、今こそそれを掴み取ることを期待する。ケルンを起動。レリーズポイントの照合を開始。新規項目を追加。Thank you.
Thank you.